テイルウェイエンパイア2。工事が長難航したがスペイン・ポルトガルを制覇することに成功した我らの HK 鉄道。残す地域もあと少し、このままヨーロッパ制覇頑張るぞー。次の地域に進みたいけど、8000万あった資金がビジネスの買収などで枯渇。都市の渋滞状況でも見ながら回復を待ちましょ。ロンドン微妙に渋滞しちまってるな。こんな感じに回収しました。なんかいびつなジャンクションみたいになってる。一部を高架にしたからさっきよりはマシになったかな？一応今までのルートもそのまま使えそうだし、これで運行してしばらく様子見だな。見た目がそこはかとなくかっこいい。なんかぐっちゃぐちゃなジャンクションに見えたけど、こうやって見るとなんかそれっぽく見えるぜ。高架で迂回させるのは結構ありだなーってことでオルレアンでも少し導入。本拠地オルレアンは貨物の運搬量が半端ねえぜ。これで北側からの貨物も一部オルレアン3駅に運べるようになりました。パリアランス方面の貨物もさばきやすくなったぜ。で四半期報告、結果は横ばい。まあそうなるわな。スペインの線路網が増えたけど、遅延は減ってるから渋滞対策は成功かな？よかったな。でもビジネス数千万投資したのに横ばいはあれなので、ちまちま状況を確認しててこいれ。効果はあるけど地味に面倒いやつ。現在36の鉄道駅が接続中です。あれ？ 250 目前だったはず。バグった。意図かなし。改善棚上げ中のランスがまた渋滞。ここランスの倉庫に列車集中しすぎなんだよな。とりあえず太くしてお茶を濁す。ごまかし方雑。そしてあっという間に四半期経って、結果は生産が300万ほど増加。収益全体は500万くらい増えたぜ。遅延はまた増加傾向。鉄道網も伸びすぎでも早お手上げだな。オルレアンの人口、いつの間にか40万を突破あー。貨物車両もさばききれてるし、もっと発展できそうだぜ。資金も3200万に復活。鉄道網の拡張、再開だあー。お次の進出先はクロアチアとスロベニア。今はまだオスマン帝国かオーストリアの支配下かな？今やヨーロッパを支配するのは我ら HK 鉄道。真の支配者は私。もはや国など関係なーい。お金持ちになってここぞとばかりに生きております。前に失敗したグレーツのトンネル工事にリベンジだー。東アルプス山脈の端っこに風穴を開けるぜ。残念トンネルほぼなしの山越えで踏破だ。おい。傾斜調整したらトンネル掘るまでもなかったよ。トンネル内方が路線変更機も設置しやすいしこれでいいか。お次は果実農園。ここは最短距離でトンネルもがっつりしよう。線路微調整すんの面倒だっただけだろ。そうとも言う。手抜き。そして現在のクロアチアの首都、ザグレブに接続を置く。なんとこのザグレブ、京都の姉妹都市である。クロアチア名家クレイムシュニッタを京都で販売とかのイベントとかやってたんだぜ。日本の和菓子もクロアチアに輸出とかして交流もいいかもね。お菓子食べてみんな仲良し。クロアチアの周辺はビジネスがいっぱいあるので、この辺もサクッと接続接続。そのままスラボンスキブロドに接続。幾度となく戦火に巻き込まれ、軍事境界線となり要塞がある都市。ウプ主の大好物の星型要塞があるぜ。ブロド要塞は現存してる部分はしょぼいけど、堀があった時の設計図はすごくかっこいいよ。星型要塞はロマン。そんで多分ハンガリーのペイチに接続を置く。これで北側からの物資の運搬が楽にできるぜ。続いてスラボンスキブロドの南180キロくらいにサラエボがあったので接続を置く。今のボスニアヘルツゴビナの首都。とりあえず、こんな感じになりそうろー。海岸沿いのクロアチアの都市がまだ未接続。今度は西に線路を延伸だ。あいよ。じゃあザグレブのあたりで分岐して西に進みましょ。ここらも高低差結構あるから工事に少し気を使うぜ。マネーの力でゴリ押しじゃあ。ギリッギリイタリアのトリエステに接続だぜ。まあまだこの時代はオーストリアかな？そんでクロアチアのイストラ半島の農場に接続を置く。こっから南は線路敷くの大変そうだぜ。もちろんマネーの力でゴリ押し。超ロング橋。リアルでやったら絶対赤字になるやつ。やり方はとにかくザダルの都市とも接続完了。これはなかなか、景色は悪くないが無駄感が半端ないぜ。そしてビジネスを経由からのスプリト。これでクロアチアも制覇完了だぜ。山が多いからもっと大変な工事になるかと思ったけど、割とあっさり行けました。前回のスペインが地獄すぎて、感覚が麻痺してるだけかもしれんぞ。かもしれぬ。おまけでスプリトとサラエボを強引に接続を置く。下りの傾斜がきつすぎて分岐地点が汚くなっちゃった。まあこういうこともあるな。こんな感じになりそうろー。
たくさんの国をまたぐ環状線が完成。そういや今回は8車線じゃなくて4車線なのな。本当は8車線がいいんだけど、なんか微妙に PC 重くなってきまして。ルート編集や進行方向をしてから時間を動かすと、ちょびっと固まります。ヨーロッパ完全制覇する前に PC の限界が来たらさすがに凹むので、列車は少し控えめにするよ。まさかこんなにも早く PC との戦いになるとは。私としてはヨーロッパ全土制覇がスタートで頭おかしいイカれた巨大都市とかやりたいんだけど、凝った鉄道網を敷きたかったら小さいマップでやるべきだったな。まあ PC が強音でうなりを上げるぐらいは頑張るよ。チャレンジ精神は常に限界まで。さて周囲のビジネスも買収買収。3000万あった資金をきれいに使い切りました。百波ー、特急路線を強化だー。オルレアンの線路、さらにいかつくなる。列車増便したから旅客と郵便の需要が満たせるかな？線路も太くしたから列車増えても渋滞せずに行けそうだぜ。ああ。関係ないところで渋滞が、地獄。もうどこで詰まってるのかわからんレベルの混み具合であります。ここは南フランスとの合流地点だから、どうしても混んじゃうんだよな。とりあえず回路を敷いたのでこれで様子見しましょ。てか PC やっぱ重い感じか？レールイエンパイア2は応答していません。死んだ？でもオートセーブから復活。首の皮一枚セーフ。PC をヨーロッパ制覇まで頑張ってくれー。心の叫び。四半期報告です。収入が500万ほど低下の第3次。生産の低下がやばいな。列車増便してテコ入れしたいけど増やすと PC が。こりゃ参った。1400万ほどビジネス買っちゃったけど、今後赤字垂れ流しになるかも。今は列車増やしたくないから困るぜ。そんで今度はランスがまた渋滞。原因の大元の倉庫はそのままだから、やっぱり渋滞は解消されなかったな。ルート変更するのはこの重さゆえご勘弁を。ダメだなんとかしろ。ちぇ。さすがにランスに来る列車全部確認するのはきつすぎるので、駅を立て直しホームを拡張。渾身の12車線線路。上の4車線はオルレアン2につながる急行路線だけど、ここも少し行き来できるように改良。貨物も少し通して、倉庫に入れないランス用の物資はランス2で荷下ろしだ。リール方面はさらに拡張して怒りの16車線。もはやただの悪ふざけ、絶対使われねえよ。バッファは大きいに越したことない。言動考えろよ。迂回してランス2に入れるように線路をさらに拡張。また変なの作り始めた。これで北側からランスとランス2両方入れるはず。複々線だから変えるのも問題なさそうだな。東側からもがっつり接続。これどうなってんだ？なるようになってるよ。おい。一応東西南北全部行けるように、その場その場で繋いでたらこんなんなった感じ。下手くそジャンクション感満載だな。なんかシティーズスカイラインズやりたくなってきた。10月に2が出るからそれまで我慢しろ。ちなみにすでに予約済みです。気が早いよ。こんな感じになりそうろう。こうして意味不明な線路網が完成した。乗って確認した感じ、特に問題はなさそう。見た目はあれだけど、渋滞の解消につながりそうでよかったぜ。でも混んでるランスのホームは触ってないから渋滞は減らないと思うよ。ダメじゃねえか。需要少ない列車少し消すよ。PC 重くて一つ一つ確認するのめんどくさ。エラーで落ちないだけありがたいと思え。PC 考え。さあ編集は終わった、時を動き出せ。重い？ただいま当倍速でお送りいたしております。おい。いやーヨーロッパ全土が舞台のマップなのに、制覇する前に PC が重くなるってどうなんですかね。開発者さんこれ設計見積もり甘いんじゃないんですかね。ここぞとばかりに文句言うモンスタークレイマーレイム。ちょっと線路の方向変えただけで毎回これ待つの結構辛いんだよ。動き出しもちょっと遅いし。動き出してからも数十秒は操作危ういんだよな。進行方向がチラチラしてるよ。まあ、あとスカンジナビアとイタリアだけだし気合で頑張れ。できればオルレアンもっと大きくしたい。残念だがこのゲームはアタオカ仕様じゃないからそこまでやり込めんかもしれん。ちぇ。ちなみにただいまの会社情報はこんな感じ。列車の数は合計549で行きは260です。快適に遊びたかったら列車の増やしすぎに注意。霊夢お姉さんとの約束だぜ。そんなこんなしてたら四半期報告、一応300万ほど収入回復。生産はさらに減少してるけど、貨物乗客郵便が伸びて赤字を創殺。遅延据え置きで走行距離が伸びてるからちょっとは渋滞対策も意味があったかな？今期渋滞しなかっただけっぽい気もするし、危うい感じもするな。
PC も限界近いけど線路網も限界近いかも。そんなわけでライバル会社の前にやってまいりました。誠に申し訳ない、誠に申し訳ないんだけど PC が重いんだ、あんたの会社潰させてくれ。くっそ理不尽な理由でくさ。こうしてフラミンゴレールは HK 鉄道に吸収合併された。奴の資産はすべて生産、すべてをまっさらにし PC を軽くするのだ。でも結局お前が線路敷き直すから重いのは変わらないと思うぞ。そうだった。おい。ではライバル会社を潰してスカンジナビアに乗り込むところで今回はここまで。PC クッソ重くてはロタッという方は、高評価ボタンポチッとお願いします。最後まで頑張れる元気のもとです。残す地域もあとわずか、しかし悲鳴を上げる PC、果たしてヨーロッパを制覇することができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。